ん？お邪魔します。誰ですか？いやいや。誰ですか？引っ越したって言うから。ん？あ。いや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 。いやいや。ちょっと待って。何何何何？ちょっとちょっと。何？何何ってカメラ持たせて。いいよ入って、いいよ入って。え、何してるんですか？いや、新居ということで。あ、新居ですね。新居どうこれ？え、めっちゃ広い。え、めっちゃ広くないでしょ？え、でも俺の家より広い。あ、またそれはそうだろうけど、うん、ここは僕の新居です、今回から。え、家賃はどう？家賃いっちゃう、家賃いっちゃうから俺だったら、うん、安めに言うか。あー、確かに、うん、あ、使われて、使われて、使われて。家賃は、うん、ここ、一桁おう、一桁って言ってもね、うん、一桁、あ、うん、二桁か一桁の間ぐらい。え、じゃあまず紹介していきますね、早速ここら辺から。じゃあまずこうやって、あ、じゃあそっち行ってみて。こうやって入ってくるでしょ、入ってくるじゃない。はい。で、ここがすごいおしゃれに、はい、まず生首、うん、すごい怖いんだけども。え、じゃあここに置いたら縁起良さそうだなと思って。悪いよ。じゃあこれ置いて、で、これがなんかね、やっぱいい匂いしたいからさ、やっぱ玄関って言ったらトイレの臭いじゃん、結構あなたの家特に臭いじゃないですか。いや、来たことないもん。あ、さ、白白って書いてある、白。本当だ、白の、うん、なんかなんだっけ、これペニシリンみたいなやつですね。で、これが、うん、あ、違う、これは違う。ここが何か分かりますか、じゃあ。キッチン。ん？キッチン。チッキン、キッチン。え、ちょっとさ、うん、これ大丈夫かな、俺。何が？だってさ、言うてさ、料理作るのがメインじゃん。ちょっと狭くないですか、これ。あー、うん、いや、うち、あの、ここの広くない、これ。まあ、確かに、ここをさ、うん、お風呂入れそうなの、ここで。あ、ここになんか引けばいいのか。うん、そうそうそう。ここに引いて、まな板切ってみたいな。あー、まな板切って、で、やっていくみたいな。ね、一人暮らしにちょうどいい、ここ。そう、なんか落ち着くね。そう、落ち着く。そうそう。じゃ、なんかね、前のとこさ、照明もさ、なんかすごい青くしたりそうそうそう。いや、なんかね、ちょっとさ、シャレてさ、もう。そう、まあいいや、後でいいわ、これ。後で、後で。なんだろうね、これ。なんか、入居した時から、なんか、サランラップが、え、なんかついてて、うん。なんか保存してんのかな、これ。なんかつけてんの？多分ここもね、色々観音扉、観音扉だっけ、観音扉か。何それ、わかんない。なんか開くから、なんか色々収納とかもここに入るんですよ。じゃあこれだよ、これメイン、これ、はい、これすごくない？何これ、なんかわかんない、これ何これ。で、これがなんか、まあまあここら辺色々あるでしょ、うん、まあ何も、今さっき鍵受け取ったから何も入ってない、これは。はい。ここ何だと思いますか？え、トイレ。あ、トイレ、うん、うん、違う、違います。え、見せて、うん、開けますね。トイレ、トイ、トイレじゃない、トイレじゃない、トイレじゃない。5、3、え、2、1。そう、これトイレだね。洗面所じゃなくて、これ。あ、洗面所か。洗面所。そう、なんかまあいいかなと思って、これぐらい、この、この感じ。 え、ちょ、なんかこのくらい、このくらいじゃない、この感じでも。いや、なんか違う違う、俺意外と潔癖症なんですよ、こう見えて、うん、新しくないって嫌だったんだけど、うん、なんか実際見てみたら別にこれで、別にこれでっていうか、なんかいいかなと思って。なんかさ、うん、ホテルとかでさ、うん、なんかビジネスホテルとかでこういう、あ、ありそう、ありそう、あるあるある。うわ、どんでかホテル行ってんだよ。え、どんでかホテル行ってんの。え、ホテルなんでそんな行ってるの。ん、あ、ちょっと待って、え、何その。じゃあ、ほんとに、ほんとに、ラブホテルであるやつ。いや、知らないっす。ホテル使わないでね、絶対。めっちゃなんか、いや、ラブホテルなんて行ったことないもん。あ、じゃあ知らないって、そんなこと言ってないじゃん、俺なんも。最初からうんこ色してるから、なんか、あ、まあ、いいんじゃないかなと。あ、ここね。そう、汚れてまだ大丈夫。そう、あ、まあ俺は潔癖症だからすぐ掃除するんだけど。なんだよ。で、ここがお風呂だ。お風呂、これはね、意外と本当に、うわ、広い。うん、普通の、もう本当に一人暮らしの普通のお風呂。またここにサランラップが引いてあって、うん、な、なにこれ、まずなんかサランラップめっちゃ引いてあるんだけど、この家に。これ多分だけど、うん、除菌とかさ、清掃して除菌、除菌、除菌してんの、ここで。え、ちょっと俺入ってみるだ、うん、俺でもさ、うん、こうやってさ、足伸ばしてさ、うん、入れるってすごくない？確かに深いっすね。そう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 、あなたとお家が、え、え、そうそう、あ、なんか落ち着くのがすごいいいなと思って、本当にこの悪用し、悪用じゃない、あの、なんていうの、ミューズ、ミューズってやん、これ、うん、3、3じゃない、3、いや、3、いいよ、3、3ずじゃん。そこで盛り上げないで。1、2時間しか経ってないからさ、なんもないんだよね、本当になんもないさ。とうとう、寝室、寝室から寝室兼リビング。あ、そう、ここが、うん、リビング。どうこれ。いや、すごい、ちょっと、お、天井届くじゃん。うん、おう、おう、どうした、もう一回やって。
え、待って、これ何階だっけ下の人がさ、やばいやばいやばい、ちょっと今気づいたこと言っていい？うん、むき出しになってるよ、これ。あー、むき出しだよ。なんか気持ちいいのかなと思ってよ。え、うん、いや、ちゃんとなんか気持ちよさそうじゃない、むき出しで。ちゃんと上のやつはめなきゃいけない。はめた方がいい、これ、うん、はめた方がいいの。これさ、みんな伝わるかわかんないけどさ、天井高いからさ、なんか意外と高いよね。そうそう、じゃあ行きますね。待って、あ、痛っ、おちんちんが痛い、痛い、ちょっと待って、ちょっと前行ってもらっていいですか。ねえ、行き過ぎてるってちょっと。つけたそれだけあるキャプテンアメリカじゃないみたいな。まあリビングはこんな感じだね。リビングこんな感じですね。はい。あ、でもなんかさ、うん、こうやって見るとすごいね、おしゃれなんだよね、本当に。あ、俺が？え、違う違う、部屋が。あー、うん、服に謝る。え、なんか、え？服？服。あ、これがカーテン。カーテン、ちょっと下見てほしいんだけどさ。何これ、別に普通じゃないの、これって。いや、なんかまあいいんじゃない、気持ちいいっしょ。気持ちいい？気持ちいい。何が？え、見られて。気持ちいいじゃん、見られて、寝てる時。どういうこと？でも上の階でね、すごいことしてる、うん、すごいことしてる。すごいことしてるよ、これ。ほら、いいじゃん。それを見ながら寝れるっていう感じで、本当にすいませんって感じなんだけど、うん、なんかね、実際これで寝てみたらね、もうこれでいいんじゃないかなと思って。ちょっといいやつ買ったんですよ、この敷布団。まあでもこれぐらいかな、今は。なんもないから、特に。まあでもね、生活はね、できる環境整った。うん、うん、ここがいい、俺これお気に入り。ここどこ？こういうのさ、うん、普通ないじゃん、家に。ああ、なんか物置とかすごいいいなと思って、おしゃれにできそうじゃない。あ、確かに。そう、改造したいんだよ、俺。おしゃれにしたい。あ、で、床材もここにあるんで。あ、床を張り替えるんだ。そうなるほどね。まあ、これぐらいですね。エアコンもついてるし、うん、で、インターホンめっちゃ新しい、これ。あ、ほんとだ、え、すごくない？見えない見えない見えない。はいはいはい、なんかついちゃった。いやいや、じゃあカメラの裏に行って一回。なんで？いや、一回わかんないでしょ、みんな。一回、なんかいるから、うん、俺がここに、うん、いる理由は、うん、あの最初のさ、あの動画の感じというか、初心に戻るっていう気持ちがなりたくて、うん、そう、初心に戻りたいなっていう気持ちを込めて、うん、そう、撮影できる場所が欲しいなと思って。そう、正直うるさいじゃん、なんか動画撮ってる時、うん、あー、叫ぶし、そう、周りに結構迷惑がかかってしまうからさ、うん、やっぱりそこはね、分けないといけないんだなと思って。ここだって本当に誰も住んでないもんね。そう、本当に冗談抜きで、マジで誰もいないもん、結構、うん、全部押してきたけど。そんなことしてんの？爪痕残そうとしてる。うん、してる。でも全然家もないし、なんか、うん、人もいないし。おい、俺意外と、え、俺って調子乗ってる？いや、調子乗ってないじゃない。いやいや、何その言い方。あ、でも変化していくわけじゃん。俺が思ったのは、うん、自分の生活に、まあそんな金も使ってないんだけど、全然全く、うん、お金かけすぎてる。動画のために本当に今後は使いたいなと思って。あ、そう、だからこれも、そう、チェンジ。うん、正直ね、そう、100万人行かせていただいたじゃないですか、下ネタじゃなくて。おめでとう、うん、なんかさ、目標がさ、なくて、うん、100万人行く前、100万人行きたいなっていう目標あったけど、見失ってたから、ここで心機一転、本当に、はい、もう、信念を持ってやりたいなと思って。おー、うん、何？俺やっぱ気持ち悪いじゃん、結構。いや、それが俺の強みだと思ってるんですよ、うんうん。だからそれでよくコメントでさ、うん、楽しんで、人生一番楽しんでそうとか、元気もらいましたっていうコメントすごくもらえるから、うん、いや、それ本当嬉しくて、うん、それをね、みんなにね、もう元気与えていきたいなと思って、うん、ほら、本当に信念、それが信念です、僕の。これさ、うん、よく見たらさ、偽物だった。そう、偽物だよ、これ。え、俺もずっと本物だと思ってた、これ。いや、本物すぐ枯れちゃうじゃん。僕のあれは、目標は、この動画を通じて、これからのね、今までの最近の動画、本気でやってなかったわけじゃないけど、縦から見てさ、頑張ってないなと思って、俺。いや、頑張ってるよ。いやいや、そういうことじゃなくて。いや、すごい。いい、そういうことじゃなくて。そういうのじゃなくて、いいから。そういうのじゃなくて、挑戦してないなと思って。家で一人でご飯食ったりするだけで、はいはい、挑戦してないから、やっぱね、その俺もね、俺みたいな人間でも、うん、ここまでいけるんだっていうのをみんなに証明したいなっていう。いや、そんなにダメなあれなの？わかんない。元気をね、届けられたら、
いいと思ってます。頑張ります。はい、オチ面白い感じで。俺うん、やるよ。オチくれない。最後ど、うん、そう、うっせぇうっせぇうっせぇわ、うっせぇうっせぇわ、あなたが思うより変態です。変態でしたっけ、わかんない。変態ですじゃないっけ。お思うよりあれ絶対です。